はい、お昼になりました。今日は昨日の夜ご飯の残り物を持ってきました。今日ちゃんとね、保冷剤入れてから来たんで。はい、じゃん。鮭と、これは筑前煮になるんかな。まあ煮物ね、鶏肉とか里芋、レンコンとかたくさん入ってます。はい、こちらを今日はいただきたいと思います。鮭が2切れ、骨抜きの鮭ですね、これは。はい、いただきます。いやうまそうだね、ほんと。最近ちょっとね、贅沢仕上げとったんで、今日は家から昨日の夜ご飯のおかずの残りを持ってきました。箸があったと、箸がないかと思った。まずは鮭から。もう骨なしなんでもガブリとね。うまいね。レンコン、鶏肉もうまいね。ここは今日は上根の、 あの休憩するところ、54号線沿いの峠の茶屋っていうところにいます。結構でかいよこれ、鮭。皮がすごいね、これ。皮がちぎれんのじゃけ、ほんま。大根、里芋がもうツルンツルンになってる。うまいね、里芋。こんにゃくってどういう栄養価があるんじゃろう。
厚揚げ豆腐。うわー、うまい。昨日はちょっと食べ過ぎたけど、今日はちょうどいいよ。これもでも贅沢よね、鮭が2切れも入ってね。こんなガチガチですよ、もう身がしっかり詰まって厚みがあって、うん、うまかったね、今日も。鼻水が出るわ。やばい、鼻水が出るわ。さあ、何が一番美味しかったでしょうか。っていうか、何が一番僕がこの中で好きだったでしょうか。はい、正解はレンコンです。もうレンコンが一番好きです。鮭も美味しかったけど、僕ね、煮物のね、レンコン好きなんですよ。美味しかった、うん。はい、じゃあごちそうさまでした。うまかった。